では県内の感染者の状況を見ていきます。感染者の推移です。このように先週の水曜日以降、1日あたりの感染者は1桁がずっとこう続いているという状況になっています。今日は7人でした。今日で7日連続の1桁ということで、これは実に9月の下旬以来ということになります。では次にワクチンの接種状況です。今日午前9時の時点で1回目の接種を受けた人が46万3650人で、2回目の接種を受けた人が15万182人です。でこのうち1回目の接種を終えた高齢者が33万3734人となっています。対象者およそ67万4000人いますので、49.5%、 ほぼ半分が1回目の接種を受けられたということになります。で2回目の接種を受けた高齢者の方は6万6306人ということで、こちらは 9.8% の接種率となっています。